はい、皆さんこんばんは。プロスピ2024ペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。でいつも通り試合ダイジェスト設定、得点チャンスでプレイしますと、もう神々やな。もうこのタイトルコール言わんでいい気がしてきた。毎回毎回、お、佐伯調子がやから、これ佐伯生かすか。佐伯を生かしましょうか。で、こっちは特にオーダーいじる必要はないな。オッケー。うわ、カメラアングルかっけえ。いや、マジで凝ってますね今作な。真ん中に失投はダメよダメよダメなのよおじさんですよ。なんかこれいっちゃん初めの動画でもこんな感じのホームラン打った気するけどな。うえ、うえ、喜びすぎ。完璧すぎて自分でもびっくりしましたわ。前側でもホームラン打ちましょうかと。あれストライクなんやな、ほんま。あれ慣れへんわずっと。さあこれはとんでもない大飛球。タッチアップと。わあ、この背中まるで実写です。サークルチェンジ、今の打ってよかったっすね。またも見逃す。さあ今度は高めの打球を、高めの打球を、キョ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 、全然間に合っ、どれいい、間に合うてへんがなこれ。すまん長野よ。さあリプレイ映像もね、サムネのために見ます。もう尺稼ぎとかじゃなくて、とりあえずサムネのためですわ。リプレイを僕が見てるのは。いや坂本もね、顔は物ごっつ似てますわ。ドロップカードね。ストライク、いやーマジかよ、あれストライク怪しいけど。さあこっからはコンパクトにコンタクトタイム。はい、ちょこんと当てて、はい、ちょこんと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 当てた。クソみたいな打球。いや、丸ボタン結構機能してますよ、今作ね。俺、今まで丸ボタンほとんど使ってこんかったんやけどな、プロスピ。今作割と機能してる気がする。巨人の打線も調子良さそうやから、油断はできへん。前川突撃。
早いな。まあ最低限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 。高速スライダーか。エッジスライダーは見ていいと思う。うーわ、これ無理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 トライエンドいかんわ。さあ捉えて、うまいことミート合わせて、これもセンター前、うま、坂本まずし。どんでんは全然渋い表情ですけど、もう重信が出てきたぞ。さあ船場様に変わった。そしてチャンス、ずれえな。これ打ちづらいて。ストライク、ストライク。うまーいことセンターには運んだけどダメか。超最近マジで勘弁してくれよ。絶好調やで、あんた。頼む最近マジで抑えてくれ。当然代打へ出せへんしな、絶好調。そして僕はプロスピノバントはマジで苦手なので、自援護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 。 OK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 
あ船場様オンドレを粉砕していく。お高梨か。いやーゲームの高梨はちょっと打ちづらいぞ。防御率 1.93、 まあ対左は2割6分と、まあこれ俺やな、俺が多分近本で対左打ってへんねん。さあノーアウト満塁のチャンス生かせれるか。高梨対近本やて、因縁感じるけど、ここでグラスラとかな、放ってみよお前、最高やん。うわーこのスライダー打てる気しません。これは伊豆口の守備範囲やけどなんとか1点。なんかテル見るたびに得点圏打率下がってきよるな、まあ、4割7分1分もあったら十分なんやけど、真ん中に嫉妬来るんやったら来てほしいっすわマジで。いやー門脇の守備はいいけど、オッケー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 、まあこれもスクイズと来てまたスクイズみたいな感じだな。またピッチャー変わるんか。ほんで中川、サウスポーからサウスポーへの系統。そらね甘すぎですよ今のも、ほぼ失投みたいなもんやわ。やっと森下で確定ホームラン。おお、カメラアングル神ってる。いいねこの下からな、下からのアングルよ。いや森下これはでかすぎるわ。ぶっちゃけ高梨の方が打ちづらかったっすよ。いや165キロ。
中野ここちゃうわ、坂本が併殺。これ才木がほんまに中継ぎのためにも行ってほしいと思ってる。最後までな、もう5失点6失点しても併殺。ナイス大山。そしてここで小野寺。見ちゃったけど見ていいと思います、ね、うまい。ミート合わせるのがうまくて、さあこれもさあ中間真っ二つ。小野寺はもう好調キープ。俺が操作する小野寺も神ってて、 CP が勝手になやってくれて、やってくれる小野寺も神ってると。これもちょこんと当てたバッティング。おっちょ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 、まあ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 、これは名手門脇でも取れずか。梅野が出てきてる。うわー甘すぎて逆にお前ミートカーソル動けへんかったわ。これちょこんと当てて、ちょこんと当てて、無理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 、これはさすがに取るよな。わっしょいわっしょい、打率2割並ぶ6厘、得点圏ね。さあこれもちょこんと当てたバッティング、素晴らしい。これ今作えぐいわ。なんかもうなんかホームラン打った時より気持ちいい。もうええの。もういいよ、もういい、もういい、もう全然 OK、はい、さあ才木はどんなピッチングを最終回見せてくれるのか。ナイス才木、やはり絶好調。嘘偽りない感じするな。ゲラも抑えてたし、16安打13得点効率いいよ。もう巨人見てこれ、334やて、阪神相手にやってくれましたな。しかしこちらは13得点。いやー久しぶりによう打てた。いや阪神ちゃん、これを毎試合やってください、ほんまに。で知らんうちにもうテルの打率が3割3分まで下がってきとる。なあ、あんだけハイアベレージを維持してたのに4割とか。ガチで俺しか打ってへんことないか、テル。マジで。任せた時のテル、こないだホームラン打ってた気するけど。マジ？これ読み方全く分からへんな。これ梅のどうなん、あーきついな。じゃあここはまたね、中川を上げていきましょう。まあキャッチャーは2人体勢でいいよな、マジで。でベストオーダーにはコピーしない。さあ試合今回はビーズリーかな。すべてプレーで、はい、フィールドプレーです、当然ね。ビーズリーちゃん、いっちゃいましょうか、タイム。もうこれ、石井とゲラがやばいからな、あんま投げさせてない、ないねんけど。え、OK。で、どうしようか。まあ、特に、ちょっと、テルさん、一回変わりますか、これな。一回ちょっと休養日を設けましょう、これ、テルに。疲労も溜まってへんし、顔色いいけどな。ちょっと糸原をね、今回は使っていきたいと思います。あ、結構調子落としてるよな、テルな。なんか知らんけど。
で、まあ当然糸原でしょ、ここはね。はい、自分で操作 OK。 まあリフレッシュよ一日な。ゲームでもそういうんあるやん。一回いろんなものをリセットしましょう。はい、さあここまで 2.24、 勝率はまだもう8割9分3厘。やばいな。6位巨人、そう、巨人って今最下位だったんやな。ピッチャー畑、さあ28打数3安打、なんとここまで得点圏打率も1割4分3厘と激低。うわ、このカメラアングル初めて見た。いやほんまに今作すんごい豊富やな。めちゃくちゃパターンあるやん。ゴールストライクね。はい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 、分かってます分かってます分かってます。あれストライク言われるのはもう分かってます。はい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 、俺マジで糸ちゃんやばいかもしれん。これ俺も打てへん、 CP も打てへん。これ聖域枠になっとるぞ今マジでな。1割しか打ってへん打者を6番サードで3割打ってるテルとほら変えるんやもん。これやばいで。ひいきしてるとか言われてもしゃあなしやんこんな。いくらテルが最近そんな打ってへん言うてもな、代わりがこんな全然打ってへん糸ちゃんはやばいって。木並み使えを言われてるかもしれんな、めっちゃ打っとるし。やべえ、まあ、監督としてはやばい采配をね今してますけど。これストライク、ストライクよな。もうあれ振れよほんま、俺マジでいい加減。はいはい、この満塁のチャンスも余裕で凡退。どうしますの。いやビーズリーもっと楽にさせてあげたかった。すまねえなあ、森下のホームラン、西舘か。もうそろそろ打とう。カットボールか、今のも打っても多分ゴロやわ。平凡な、無理無理無理。あ、ボール、助かった。やっと出た、これやっとや。長野ダメか。うわー、てか巨人打線の調子がめっちゃええやん今更やけど。顔色、顔色良すぎやろ。またチャンスやめてー、やめてー。まチャンスメイクもできてへんし、チャンスも打ててへんからな。ここらで一丁稼いで、同じボールだろ今一球初球と。お前うん、フレン、フレンス、フレン、今のはフレン、マジで今のは無理。はい、ミート合わせるんだけ、なんかうまかったな今。ひでえなこれ、しっくりこねえ。さあこれオーバー、ただめか。なかなかビーズリーを楽な展開にさせてあげられへんな。俺のせいやんこんなもん。これは？うわあ。チャンスメイクは期待しといて。ボール？おお。もう全部ストライクに見えてしまう。もう老人バックいらわんでええて。これも当たりが、イエーイ。うっそー、これな、多分もう近本とかだったらヒットになってんねんな。
調子のええ打者だったら中野、中野決めて、森下決めろ。おい、いやー前川もチャンスで打ててへん。高梨はやめてほしいわ、打ちづらいんすわ。まあこの人オーペラやったら高梨は絶対みんな取るわな。青徳がすごい。ベテランってほんまに言い方はあれやけどな、技マシンになる、技マシン要員とかやもんな、ほんまに。技マシンって言うてる人おってなるほどと思ったもん俺。言い方ほんま最悪やけどな。ポケモンの技マシンで例えるな思ったけど、青徳がな、こうごっそりついてる人が、ごっそりついてベテランか。はい、ちょこんと当てて、全然ちょこんと当てただけ、萩尾。さあこれ最終回誰が出てくるんや。稲見代打。およよか、およよ絶好調およ川は、オッケーナイス。やっぱお前顔色ええ選手、行かせるべきですよ。皆さん僕は気づいてしまいました、このゲームの真理。今までパワープロとかやったらな、顔色ええ選手行かせても、打たれとった思うけど、プロスピ今作の最新作はなんかちゃうぞ、マジで信頼できるかもしれない。さあここらの演出もね、サムネ起用のために見ていきます。だヒロインはもう飛ばしていくかもしれへん、てか飛ばしてるし、ここ何試合かずっとな。もうヒロインはサムネにすることないかな。さあ14アンダー、これ見ても近本が打たんでも中軸が打ってくれるからもう点になってますっていう感じですね。1割1分8厘。やべえ。マジか、岡留もスペッター。あ、松原と小野寺とかお前絶対無理やろ。まあ、関西人の松原取ろうっていうのもありかもしれんけど、小野寺出せへんって。無理無理無理。まあ、球団資金はね、もう999億あるので、いいんですけど、別に。金に物言わせてな。ただ、お前、ちょっと小野寺出すって無理やで。さあ、岡留もちょっと、これ、誰上げていこうか。もうそろそろ、ただ、岩崎、顔色がな、ちょっとあれになって、霜取るからな。梶谷も全然ありやな、西君。岩貞。ここは、まあ、とりあえずあれかな。カジアを上げていきましょう。戦力外のカジア、マジかと思ったけど、まあ、年齢とかも考慮したらな、仕方ないのかもしれん。で、失点ピンチでプレーしていきましょう、最後は。はい、先発は村上か。どうしようか。ほんなら今回はちょっとまた小野寺をね、前側の代わりに使っていくか。こうかな。これでやっていきましょう。チームプレイ。しかし阪神ちゃんまだここまで、お前3敗しかしへんのかい。やばいなこれ、初めてやで。ペナントやっててこんなで、巨人は7勝23敗っていうね。マジかこれ、どないなっとんねんこのゲーム。ただ相手は菅野。大山、
ナイス大山、頼りになるでほんま。さあ調子が普通の村上はどんなピッチングを見せてくれるのか。萩尾、ナイス、これはでかすぎ。そして伊豆口、若手タイムよな。若手をどう抑えていくかがポイントっちゃポイントになって、なんやその守備は、マジか。いやただのセカンドゴロやん。はあ、てか今の中野これ取ってても間に合うてへんわ全然な。さあカズマ岡本めちゃめちゃ怖いっす。まあ無理やられた。今のはもう完璧にやられました。確信弾ですね。オーマイガーッとトゥギャザー、村上の防御率爆上げ。完璧すぎる。なんで巨人この野球できて最下位な。はいはい、また岡本ですよ。もう逃げへんから俺は。はい、なんとかリベンジ成功。そして得点圏はもううちの糸原やん。ゼロ割並ぶ4厘。ナイスボール。坂本ここで猛虎魂頼む。ここで阪神ファンの維持、おお助かるわそれは。よかった。大山孤軍奮闘。今んとこ大山個人軍やて。この試合糸原代打、その大山が、そして桐敷はいきなりのピンチ。ゲッツーシフト、取れない。さあノーアウト満塁、バッター阪神ファン。阪神ファンに打たれるのが阪神ちゃんやでお前。誰もこれもいけへんが、なんとか角分けアウトか。危ねえ。
基本ピッチャーは取らんと思った方がええわな。岡本顔が怖すぎるぐらい似てます。サークルチェンジやめよう、やめよう、やめよう、やめよう。一球外し、はい、一球高めでいろいろ惑わせといてからの林朗のスライダーカーブ、キリシキやばっす。これはまた1試合しか投げてんのに疲労がとんでもないことになって即刻2軍になるんじゃん。こんなマジか。どうしようこれ、ストレートいくか、なんとかね。もう完璧に守備固め送ってきよったな。さあまた門脇、これは門脇うまい。今のバッティングはうますぎるだろう。また岡本か。ナイスボール。くわもう岡本に打たれるなら本望と思うしかないわ。グランドスラム。中継ぎの防御率がもうとんでもないことになってる。ああ、1試合目阪神やったことやり返されてますやん。すまん、完璧ってか俺やんな先般、打たれに打たれまくって。これ大勢行かせとんかい、この展開で。まあ、確かに中継ぎめちゃくちゃ使ってたもんな教師。いやー、こんなもんお前もう速攻帰宅や、帰宅。家いの、犬犬犬犬犬いいね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 、家に無理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 。まあ、たまにはねシーズン長いんですから、こんなクソ試合もありますよ。まあ、当然僕のせいですけどね。ピンチ、中継ぎがこさえたピンチをしっかり僕が返してしまって、もうとんでもない。ごめん、ほんま桐敷岩田で、これ桐敷と岩田の疲労度がとんでもないことになって2軍に下げざるを得んっていう感じになるんだろうこれな。まあ、疲労の溜まり具合は普通にしてるので、まあ、こんだけお前やったらすごい疲労溜まるでしょうね。うわー、これはちょっとやばいよな。でもザキさんあげれんし、なんやこの顔色、あげよう思ってもあげれへんやこんな。よし、誰かなんかお前起爆剤になってくれる。いや、まだまだ野手はいいか、このままでな、特にいじる必要なし。 いっぱいしただけやん。まだう
はい、じゃあ次回ね、広島戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。